よいよだな。ああ、ジェドの真似をして私も告白しよう。私はみんなとは生まれが違う。このコーネリアで生まれ育った。これをいつ手に入れたのかはっきりしなかったけど、今なら思い出せる。私にこれを持たせたのはアストスだ。カオス神殿の奥にいたのはアストスだったんだ。これが必要だとこの水晶を渡してきた。受け入れた私はそのまま闇に身を委ね、気がついた時にはジャックたちに倒されていた。衝撃の告白だな。長い間その瞬間を待っていたようにも感じる。でももうあまり覚えていない。胸の中にあるのはただただカオスを倒したい。きっとみんなと同じ飢えや焦りだ。最後まで一緒に戦わせてくれ。おかしな真似をしたら消す。うん。海の中まで来たんだね。なるほど、水のカオスがいてもおかしくない。大歓迎だ。降りかかる火の粉は払おう。ひるんでる。寝るよ。お疲れさん。ここからだ。キューブを見つけた。俺も覚えちゃったよ、セーラ姫のリュードでさ。これは昔から有名な曲、コーネリアではみんな知っている。だってよ、ジャック。どうでもいい。やるか。ジャックがいれば負けないさ。張り切りすぎたかな。この扉、さっきのと同じデザインね。ってことは電源装置があれば。
ちりだね。狙い通り？やるね。邪魔だ。攻撃を試そう。なかなか手強いだ。離れられたかな。切り直す。敵発見。やってやろう。いるなら開ける方法もあるでしょう。探しましょう。道がつながったわけだ。戻るときはここを通るぞ。の向こう、電源装置が見えるな。発見。さてと、いけるぞ。健康だ。
キューブだ。さてどうするかな。闇の気配が漂って下からだ。ということは水のクリスタルに近づいてるってこと。もっと降りてみよう。ジャックはさ、セーラ姫のことどう思ってるの？唐突だな。でも昔話じゃないよ。今のジャックの話だ。姫個人には興味がない。だが、絶対に守らねばならないと思っている。セーラ姫はコーネリアの平和とか希望の象徴だからね。姫を守るなら、騎士になるのはどう？それを決めるのは王家だろ。こんな乱暴者、近くに置くのはおすすめできないけどね。あれは船？海中なのに。あれでここまで来れたのかも。自力ですでにここまで来た俺たちには不要だ。いなかった。まずいかも。クンバ、落ち着け。ネオ、任せてもいいか。イカズチだ、しびれろ。これで行く。扉の鍵だと思う。そうね、行動範囲が広がるわ。出てきた。相手する？やるぞ、ついてこい。
愛情完了っと。そういえば海賊たちが怒っているんだったな。風の力に海が負けているのね。水のクリスタルが復活したらバランスが取れて海は海らしくなるでしょうね。海らしい海？私も知らないけど。そんな海は海賊たちだって知らないだろう。どっちにしても文句を言いそうだな。これは貴重だ。ワクワクしてきた。鍵じゃ開かないみたい。だいぶ下まで降りてきたが。水のクリスタルはすぐそこのはず。行こう。反対側へ渡れるようになったわね。さあ、忙しくなるぞ。集中集中。あまり使いすぎないように。油断せずに行こう。頼めるか。とは別の鍵みたいだな。
がいる。叩き潰す。大歓迎だな。降りかかる火の粉を払おう。いいんじゃない？ネオ、任せてもいいか？もちろんだ。何かあるの？さてと、ここからだ。これで行く。嫌な感じがすごくしてきた。多分この先に。ああ、最後のカオス。ようやくだ。足を引っ張るなよ、ジェド。俺？名指し？傷つく。
待たせたようだな。クリスタルを返してくれ。もう随分長いことはクリスタルに頼らず生きてきたではないか。今さら輝きを手に入れてどうする。どうするって。返せというが、誰もあの輝きを知らない。ネオ、言い返して。世の中が混乱するだけではない。カオスが理屈を語るな。水のカオス、クラーケンに歯向かうとは身の程知らずめ。本気だな。厄介な特殊だな。切り刻んで使い物にならないようにしてやる。この炭には気をつけよう。カオスの炭なんて絶対体に良くないぞ。刺激が重い。まともに受け止めるのは危険だ。気をつけた方がいい。もめとれ。まずいかも。何としてもカオス。ポーション足りる？油断せずに。まだ終わらんぞ。ジャック、体勢を立て直そう。さっきので終わったか。気をつけて戦わないか。猛烈ね。食らったらひとたまりもなさそうよ。
ってと。そうやってなるべく触れるようにしろ。個人的な記憶もそのデバイスに預けるんだ。経験の記憶は情報量が多い。脳に置いたままでは転送で欠落するリスクがある。俺は構わない。大した過去じゃない。そんなことを言うな。記憶の積み重ねが君自身だ。ジャック、
ここは危険だ。早く脱出しよう。やった、俺たちやったよな。ああ、海流が生まれ淀みが浄化されるはずだ。するとどうなる？さあな。悪いようにはならない。諸悪の根源だった全てのカオスを倒したからな。どうかしたか？消えない俺の中のカオスを倒さねばという思いがまだ消えない。あのさ、お城へ報告に行かないか？カオスを倒してクリスタルを解放したんだ。つまり俺たちは光の戦士？そう、予言の通りの光の戦士だ。